ラディボエ・マニッチは、セルビア出身のサッカー選手。1988から89シーズンに、ラドニツキピロトでキャリアをスタートさせ、1990から91シーズンに一部リーグの FK、ラドニツキに主任席、カブリーグのクラブを経て、1994から95シーズンには一部リーグで19ゴールを挙げた。1996年に、 韓国の富山大ブロイアルスに移籍。1年目から13ゴールを挙げ、2年目の1997年はリーグと2つのリーグカップ優勝に貢献し、ベストイレブンにも選出された。また1997年にはユーゴスラビア代表として、韓国で行われた韓国代表戦で、国際 A マッチ初キャップを記録。韓国では、風の子というニックネームを得た。 1998年はセレッソ大阪に期限付け一席。1999年に富山に復帰し、2002年まで所属。セルビア・モンテネグロのクラブを経て、2004年からは再び韓国のインチョン・ユナイテッド FC でプレーし、2005年4月に韓国国籍を取得した。韓国名には発音がマニッチと似ているマニさんに由来するマニさんという名前を付けた。 しかし4人の子供をインターナショナルスクールに通わせるために必要となった1人、あたり4万ドルという高額な学費の負担をクラブ側に求めたが受け入れられず、2005年9月に不山を退団した。K リーグでの通算成績は205試合62得点39アシスト。ありがとうございます。